こんにちは。たけしあやまと申します。この動画は、小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。先にベルホーム鈴木社長を紹介していただきながら、よろしくお願いいたします。ちょっとその梅雨の話をしたんですけど、また社長が動画終わってからいい話をするから、ちょっと前回の梅雨の話、雨のネタ話をします。詳しくは、まあ、タグ貼ってありますので、下の概要欄にね、見ていただいてこれ見ればいいと思うんですけど、とにかく雨降ってる最中でも作業しちゃってる物件が多い。で、まあ、今もう一回写真載せます。こういう写真も出て、こうやって濡れちゃってる物件が多い。そしたら、まあ、その余波の話を動画が上がってから実は今、その追加の話でしてもらって、この話が実は僕は重要だと思っていて、今この建物の木というのはホワイトウッドという、アメリカからなり海外が輸入した木でやられている。で、僕が認識とするとこれシロアリに弱いというイメージがある。僕もそれは聞いたことがある。で、これが濡れちゃうと、梅雨時期で濡れるという話をしてるんですけど、このホワイトウッドの木が濡れると、カビる。うん、カビって青くなっちゃうね。青カビ湧くんですよ。皆さん、雨濡れると、ひどく濡れるとね、特に、一日降ってパッと軽い雨なら今しも、ざーっと降ってる日にちがずっと続くと湿気じみてますから、木だってカビるんですね。で、カビるとそこからシロアリ。食われやすくなる。いや、それは大丈夫です。でもカビが出てくると、強度的には、うん、いや、強度も平気だと思う。でもカビちゃぶっていうのは、やっぱりおごそかじゃない話じゃないですか、はっきり言えば。ただそういう時に見に行けば、見に行ってれば、ね、ほら、こういう拭いてくださいとか言って拭いてもらったりとか、ね。だからカビがついた、いわゆる柱とか、いわゆる梁ですね、の状態で上にクロス貼って壁材貼ってどうこうなったら、そのカビが家の中心核のところに残ってるわけです。僕は、カビっていうのは基本的にカビルンルンじゃないですけど、どんどんカビって大きくなってくるから、確実に、僕は強度の問題だったり、シロアリだったり、だって湿気が強いとこシロアリって好きでわけだから、当然カビだって思わずわず食うわけですから、水分が溜まってるわけですからね、木の部分に対して。影響が僕はゼロだとは思わないんですよ。そうするとやっぱりこの梅雨の時期に家を建てるっていうのは、やっぱり少し考えなきゃいけないことあるかもしれないよね、メーカーによっては。ああ、考えた方がいい。ですよね。まず自分だったら、そういう材料をもし使って建てなきゃったら、まず5、6、7、梅雨明けに建てます。やっぱだからそのぐらいの本当は家って配慮が必要なんですよ。季節とともに建ててるんで。なので前回の梅雨っていう動画の話と、今日が大工と不動産屋と家を建てるスピードです。で、この話にまあ今回なるんですけど、社長のところっていうのは、例えばもう今日から工事始まります。まあお払いもしてって言って、まあ基礎からスタートしてくると思うんですけど、最終的に完成する一般的な 4LDK ぐらいの家、100平米前後ぐらいの家建てます。外構は別です。どのぐらいかかります社長のところ。30坪で4ヶ月ぐらいがかかっちゃう。4ヶ月 4.5 ぐらいかかる。まあ4、5ヶ月ですね。僕は縦売りの状況をすごい知ってるんで、縦売りは下手をすると2ヶ月かかりません。だから普通の家より倍以上かけています。というか、他の縦売りメーカーさん含め多くのメーカーさん、これはいわゆる一流と言ってもいいハウスメーカーさん含め、本当に建てるの早くなったよね。早いですよ。だから2ヶ月で完成引き渡しみたいな。今そういうのが実は主流になってます。社長はまあざっくり噛み砕いてという話は聞くんですけど、どうもや、そんなに早く家建てたらちゃんとした家建つの、正直言うと。だからまあ天気関係なくコンクリートとかしなきゃね、もう全部予定通りになります。まあ、さっきの天気のことも、そうやって、まあ、先週の動画もう一回ぜひ見てください。雨の日に家建てるってことが実はリスクだってこともちょっと教え、知ってもらいたいんですよね。で、それ分かって社長みたいに拭いたりとか、ブルーシート入れて濡れないようにしたりとかっていう、そういう配慮してるメーカーさん別ですよ。それでさえもできれば避けたいっていうのはこの雨の、多く雨が降るタイミングだって言われてるシチュエーション。だから、それって重要なんだけど、一般の人って全然わからない
じゃないですか、本音を言うと。で、端的に一般的な部分をズブの素人の聞き方社長にしますけど、どうすればその社長が4ヶ月かかるやつを、大手さんはそれ2ヶ月でできちゃうの、家って。プレカット。まあ、プレカットは、まあ、うちもプレカットだけど、うん、やっぱり、まあ、みんな仕事が早いんだね、うん、スピードが。まあ、いわゆる僕なんかですと、最近の現場っていうのは、インパクトドリルって、釘打つなんかでも、早いですよね。パン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 って、あんなスピードでちゃんとしっかり考えて打ってるのかと思うんですけど、やっぱり、あのスピード感でやらないと、2ヶ月では間に合わないってことなんですよ。間に合わないと思いますよ。手は多く入れるもんか。うん、で、これはあるメーカーとはあえて名指ししないで言いますけど、うん、基礎が出来上がっていて、上等という、うん、まあ、柱と梁の 大まかなとこと、上の屋根の板だけ。うんうん、今、いわゆる縦売りというのは、1日で終わらせます。もっと正確に言うと、うん、4時間ぐらいで終わらせます。で、まあ、4時間も勝ってないかな。僕が見た現場は、3棟ぐらいを1日でやってました。で、そこの詳細僕動画撮ったんですけど、うん、結論からすると、それ NG になっちゃってお蔵入りになりました。あまりにもちょっとやっぱり企業秘密も多いってこともあったりとか。で、柱からまあ、全部立てて、角角の金具もつけるんですよ、彼らは。で、上も天板、屋根材のスレート材まで引かないと屋根まで打っちゃいます。そんな家って丈夫なのって思うんですけど、ものすごい僕不安に思うところがあるんですけど、で、僕があえてこの話をしているのは、実はもう一つ今日動画、社長はいつも打ち合わせなし、今日この話するようにして付き合わせてる形なんですけど、この話をするもう一つの理由が、家の水平の話です。以前これも動画を上げてます。皆さんの家水平ですかって、襖障子とかタンスガラスちゃんと開きますかって話をしてるところがあるんですけど、僕あんなスピードで家建ててるから、家が水平になってねえと思うんですけど、どう思いますか？それはそうですよ。ですよね。だって水平なんか見る時間ないんだから。そう。だから僕、根幹は、家の不備っていうのの根幹ね、この速いスピード、タイミングで立てなきゃいけないっていうのが僕、すべての起源っていうか元じゃないかと思ってるんですよね。だからあとは、施工者側の、どの程度のレベルまで、で施工するっていう考え方が違うから、みんな。社長のところは今分かっての通り、僕は本当に皆さん知ってほしいのは、ちゃんと真面目に工務店さんが家建てるとなると、費用が、期間が倍かかるんですよ。で、これ僕恐れず言えば、それだけ丁寧にやるから、作業員の方もしっかりやるんですよ。そうすると、その作業員を一つの作業にしても、あるメーカーさんは、一日で終わるところを二日三日かけてやるんですよ。で、それは、余計なことしてるんじゃなくて、ものすごい丁寧にやってるんですよね。だから、正直言うと、リフォーム費用だって、建築費用だって、社長のところはちょっと高めになるんですよね。だってやっぱり、水平じゃなかったら、もう2階まで水平じゃなくなっちゃうわけ。まさにそういう。それはね、直せらんないわけ。いや、最初だけしか。無理ですよね。うん、後から直せらんないから。だって、社長に後で僕、このお話の内容に送って、この写真見てほしいんですけど、さっきの見てもらった、この、基礎が届いてないですよね、これ。基礎が。家建ってますよね、これ。これだって引き渡したでしょ、これ、社長。うん、引き渡しちゃってますよ。ですよね、これ、もう一回これ写真、冷静に見てください。この写真の違和感って皆さんわかります？そう、今こっちの画面に出してもらいましたけど。できれば拡大して僕もこれ、これ皆さんに隠れるようにこれ、でも見てほしいんで。これ上の木の部分が先に尖ってて、下ないですよね。これ基礎がないってことですよね。簡単に届いてないっていう。そう、だから間違えちゃったんだよ、きっと。でももうやっちゃうんでしょ、これ。引き渡さなきゃいけないから返事決まってるから。うん、やっちゃうでしょ、埋めて。埋めてやっちゃって。これも、先に言いますよ。もう、はっきり言ってメーカー名もあえてそこは言うけど、うん、アーネストバーンさんとかイーダグループの家じゃないですからね、これ。そうですね。これ違うメーカーさんですからね。注文のメーカーですからね。こういうのを挙げると、決まってバカみたいに、
縦売りメーカーだって揶揄するやつ決まってるんですよ。違うんですよ。縦売りメーカーもあるかもしれませんよ。先に言います。あるかもしれないけど、あの、さっきの紙の話に関しても見せてもらった写真もあるんですけど、これ両方とも縦売りメーカーじゃないやつ。だから我らは、僕は警告するんですよ。注文はちゃんとしてるというシーンは忘れてくださいと。日本のね、もう早く余計なことやる、帰れって、もう、しかしもう、言うぐらいだから。だから確かにこの動画見て怖くなりましたって僕分かると思いますよ、正直言うと。縦売りでさえもちゃんとやってるのを、注文をやってないんだから。だから社長はそれ、まあ、社長もよく見、こんな写真撮ってきたり、正直。よく撮ってきたと思うけど。いやいや、もうさ、20代前半から、日曜日の朝、潜って、30年ぐらい前。犯罪。犯罪。ハウスメーカーとか全部もう、いっぱい写真撮った。だからさっきの先週のね、水濡れてる現場っていうのも何例か写真上げてもらったけど、まだ他にもっとすごいのもある。だからそれで、僕それでやり直しなら今しも、僕はこの、正直でこの前の動画のあの、床下の部分は、張り直しレベルだと思ってますよ。あんだけ床材が水吸っちゃってるって、まあ大問題じゃないですか。だけど、引き渡しのスピードを工期短くっていうことでも、ルールが決まってるから、あれだって引き渡したわけでしょ、結局。引き渡しちゃいますよ。恐ろしい世界だよね、住宅って。で、取っちゃうからね。そう。あ、これ今動画の方映ってもらったら、これもやっぱ濡れてる現場だとは思うんですけど。だから僕は、とにかく先週も言いましたけど、やっぱ木材が濡れるとは、これでもひどいね。木材が濡れるって、湿気があるって。だって、大工の材木屋さん、社長ももともと材木屋さんの形があるから、材木って乾燥させて、乾燥させた状況で施工するという考え方があるわけじゃないですか。それに対して施工中濡れるってもう痛恨じゃないですか。意味なくなっちゃう話じゃないですか。だから、雨の日に、とか夜、しかも夜は、夜の雨ザーザー降ってる時に、工期が間に合わないからって言って、工事してる現場って僕なんか間違ってるといっぱい見るじゃないですか。あんなの背主が本当怒んなきゃいけないと僕思うんですけどね。だから、ね、どうしたらいいのか。だから、社長みたいにさっきこの動画の最初の方に言ってました、この時期は避けたいとまで言う大工さんもいればですよ。で、もし濡れたとしても、まあその時期建てるとしてもブルーシートきちっと吸って、まあ、だって、はっきり 100% は防げないかもしれないけど、カバーはできますので、事実を言ってるわけだから、やっぱりそこは作業してるからそういうことを言えるんだと思うんですよね。で、じゃあそこで、時間がしっかりあれば、ちゃんと拭いてきれいにして、じゃあ作業しようっていう余裕もできるし、丁寧に仕事するじゃないですか。水平もじゃあ、毎回確認しながら、家も建てていこうよっていう。だから、急いで家を建てるということ自体が、決して僕は最終的にはお客さんのサービスつながらんじゃないかな、つながらないんじゃないかなっていうのが、まあ思ったりするんだよね、正直言って。だから家を建てる日もずらせばいいんですよ。どういうことですか？天気予報見て。だからスタートする日にちをずらせばいいだけの話なんですよ。社長らもそうやって話したりするんでしょ、選手さんと。うん、しますよ。うん。だって、じゃあ、例えば、社長4ヶ月ぐらいかかりますよと。いやいや、社長、今の時代だから、これ3ヶ月にしてくれ、2ヶ月くらいだったら嫌でしょ。だから、結局、うちなんかの場合は、お客さんが結構ついちゃってるんで、うん、そうすると、やっぱり、ね、濡れてたら、ね、見られちゃうんでね。そうです。だから、その、現場監督の時にも言って、あとは、裏話の話の時にもちょっとしましたけど、できれば本当注文施工してる時は工事中ね、見に行った方がいいよね。絶対見に行った方がいい。だって関係ない人の物件だって見に行ってる人だっているぐらいだから、世の中には。そうですよ、じゃないですか。そうですよ、じゃないですか。だけど、本当僕そこは思うよね。これ、本当にね、おかげさんで毎回これ、もう30回超えて、もう100件以上毎回、この前みたいに、1000件超えて見る人も。超えました。だから、そういう人もいるんで、やっぱり、注目だんだん集めてる、まあ、我々ずっと言ってることの続きだけど、やっぱり、その、下馬監督よりも足運んだ方が、瀬主さんは、やっぱりね、大工も正直ピリッとするから、しますよ。ちゃんと仕事しますよ、正直言うと。手間かもしれないけど、あのピリッと感が、じゃないと、あんな濡れた現場とか、基礎が足りませんでしたなんて、大問題だよね、はっきり言って。大問題ですよ。そう。で、それやらないと、その水平確認したりとか、垂直確認したりとかっていう、
当たり前をみんなやらないで舐めて作業する人がいるんで、ぜひそれはね、お勧めしたいと思ってます。で、またこれ、自習以降の形、またその辺の家の根幹の話もして、あと今度、今日は雨降っちゃったんで、はい、今度雨降らない時に、実際、この事務所、僕は2階の事務所で撮影してますけど、下の1階が、鈴木社長の作業場です。本当に木と一緒に仕事してるってことは分かるんで、その作業場の話でちょっと、作業場の機械見ながら、話はしたいと思います。だって、下のほど、とこでしたけど、今の若い大工は、ほぞ、一つ掘れないっていうのは、あれ、本当なの、最後に。ほぞとか加工はしたことないです。だできないんですよね。プレカットになっちゃったから。プレカットってこういう、一つ箱が全部切られたものをプラモデルみたいに組むんですね。だって、社長変な言い方しますけど、いざ組んでみたら、ちょっと噛み合わせが悪いとかいいとかってなったら、直さないといけないでしょ、はっきり言えば、本当は。そうですね。あんま硬すぎたり。そういうケースってあるわけですよね。はい、だからそこが、その部分まで、それはだから社長は、普通の木材から補助を取ったり、凸切ったりできるんですよ、技術が。だって、大工で鍛えられてるんで。そうじゃない人がそういうものを組むっていうのも。で、期間が短く作られたら、たまったもんじゃないよな、って言って。そうですね。だから結局、しわ寄せがっていうところになっちゃうんでね。だから、最後のしわ寄せは住んでる人です。だから水平じゃない家に住まされたりとか、やっぱり安定しない家に住まされたりとか、隙間が多い家に住まされたりってことになる。最後、被害を受けるのは住む人なんで、なんとかしてほしいよね、今時の大工もね。ピリッとしてほしいよね。そうですね。だから、今ね、ちょっと変なところに、目が行っちゃって、基本的な部分に目が行ってないんですよ。ちなみにその変なところに目が行ってどこに目が行ってるの？だから断熱性とか耐震性とか、もうそれはまあそうだけど、その前に垂直に家建てんとか水平にね。確かに。それが水平っていう検査があんまりないわけ。ないですね。ないんだよ。ないですね。あれ、水平検査やられたらみんなびっくりしちゃうから。なるほどね。例えば、家建てるじゃん。家建って、ね、一応ほら、貸し保険の検査があるわけ。上等検査。ありますね。あの時に水平検査こんなことやられたら大変です。なるほど。本当はやればいいんで。やればいいですよね。うん、でも、そんなこと言うと余計なこと言うなってやれちゃうから。いや、でも、いや、だってそれがないから、わざわざ水平の動画、それが回ってんですよ、社長。はっきり言って。だから、絶対世の中の家に、あると、必ずあると思われて、ないものって、家の水平なんですよ。世の中って。で、僕もなんでそんなにそこが回るのかってずっと思ってるわけですよ。今、ほら。耐震とか金物で金物がついてんかとか、釘の感覚とかいう。まあ、あとは、あれですよね。筋交いなんかにしても、そんなことばっかりですよね。だから、金物とビスが間違ってないかとか、本数とかめり込みとか、言ってるんだけど、その前に水平とかは垂直は全然見ないんで。だから、取れてないですよ。取れてないから、こんだけ世の中が、30本動画上げて、まあ、予告編と34、5本上げてるんですよ、社長。前の家の内見も含めると。その中で、一番バズってるのが、家の水平って、ないんですよ、社長。みんなね、水平じゃない家に住んでる。そういうことですよね。僕はね、なんとなくこれ、半年以上これ今、週1回やって、金曜日、毎回、これぜひ皆さんチャンネル登録してみてくださいね。あと、鈴木社長のホームページも下タグ貼ってありますんで、ぜひ、相談してください。変なクレームやめてね。とにかく、家注文リフォームの改造の話でリフォームの話してほしいんです。このぐらい真面目にやるんですよ。普通の工期よりも2倍かけるっていう部分の時間かけて、社長が言うところの一番当たり前な水平垂直を基準にして家建てるんだから。基礎を打つな、打つつたって、やっぱりは、3ミリとか狂っちゃうわけ。狂います。それは基礎の強度は関係ないわけ。3ミリ高さが下がろうが。そこをパッキンって、パッキン剤を入れて直してあげればいいんだけど。だってそれだって買ってんの小田原で社長しかないって言われたんですよ。その水平通るためのクッション剤があるんです。で、
小田原の有名な T 金物屋さんのところに行って買おうとしたら、そんなの買うやつ、田中、鈴木社長しかいませんよって言われたっていう。だからみんな他のところは基礎がずれたってもそんなの見ちゃいないっていう表れなんですよ。だから そこをちゃんとやんないから、縦の具合が悪くなったり、サッシが硬くなっちゃったりとか。そう、締まりづらいとか開きづらいとかあるじゃないですか。もう確実に水平通ってないだけだって社長は明言しますからね。まあ、冷静に考えたらそうなんですよ。経年で開きづらくなるはずないんですよね。でメーカーが来るじゃん、うん、クレーム行って、うん、自分で作ってるから誰がいけないとか言わないじゃない。察しや察されで本当はそれちゃんとなってて、このドアが開きづらい理由の根幹は家の整備が取れてないからって言えないんですよね、うん、なぜかというと察し屋さんもそこの工務店から仕事もらってるんで、そうそうそう、文句言っちゃったら仕切られちゃいますんで、うんうん、クビになっちゃうから、うん、でなんとなく話を滑らかにまとめようとするから、そう、着地させるために、うん、だから削ったり切ったりするんですよ。でも建具屋さんだって差し屋さんだって、まあ一回話聞けないよって言われてますけど、全ての根幹が水平取れてないことで、僕は水平取れてない理由っていうのは今日の動画の話じゃないけども、詰め込んで社長がバイヤーのやつを半分の時間でやるからだと僕思うんだよね、うん、そうですよ。それでだからそういう検査もちゃんとしないと、うん、してないみたいだから。で、やっぱりそれは作業的には高くなるんですよ。それだけ人権かけるんで。はっきり言えば。だから、それだけ丁寧にやるって、人をかけなきゃいけないんで、お金は安くならないんですよ。だから安いところのゼニウシナイのところって、最終的にはこういうことですよってことの僕は現れだと思うんですよね。だって、安い家買いましたって言っても、この家の中にどこ測っても水平がありませんって言ったら、その家買いますかって話なんですよね。はっきり言うと。だから、ドアが消しにしにくいとか、うん、そういうのもほとんど水平垂直は。だからもし、そうなったら本当によくある欠陥住宅じゃないけど、携帯スマホでもいいですし、本当は携帯スマホの水準器も当てならないっていう人もいっぱいいるから、本当に水準器、ホームセンターで売ってる水準器とか、本当に厳密だったらリフォーム屋さんとか工務店さんに行くと水平測る機会があります。そういうところで見てもらうっていうのも、一つの判断材料だと僕は思います。で、あえて僕この話を躊躇して、また、あ、来週またこの辺も話しようかなと思うんですけど、ちょっとこの辺はね、皆さん知ってほしい事実だよね。そうですね。正直言って。安いからって、工期が短いからって、それが決していい住まいの、ためのプラス材料ではないよってことだけ僕言いたいんですよ。はっきり言って。安いには理由がありますから、こういう形で。高くても、うん、あんまりほら、水平ぐらいところが。そう。だから値段が実は判断基準にならないってことなんですよ。僕最近社長ともそうですよね。安くてもいいメーカーあるし、高くてもふざけんなってメーカーあるもんね、正直言って。もうメーカーめっこまで出てるけど、絶対言えないけどね、はっきり言って。そういう、で、またそういうところが営業力あるから、よく相談を受けるんだよね。そうなんですよ。これだね、不思議とね。だから、結局それは値段のメリットを言うからだと思うんですよ。あとはその工期が早いっていうことのメリット言うんですけど、立ち上がったそれからの将来の未来のことを考えると、俺はその値段と工期が早いことって、そんなにプラス材料がないやなと思ってるんですけどね。ないです。だから、その値段に対して何の作業をちゃんとしてくるかは確認した方がいいとは思います。特に、社長が再三この動画の中で言っている、他の動画でもいろいろ言ってますけど、基礎の話でも、とにかく家の中では水平と垂直、この当たり前、みんな当たり前じゃないですかってことが、成し得てないってことだもんね。成し得てない、ないところは多い。多い。あ、そうか、全部と言いながら成し得てないところは多い。もし、襖障子、窓、開き戸、トイレの戸でもいいですよ、お風呂の戸でもいいです。開きづらかったら、まずそこを疑ってください。もうそれだけは、欠陥住宅の一丁目一番地なんで、とにかくそれで勝手に自動ドアで開いちゃうとか、そういうのもぜひ調べてください。やっぱりそこはあります。だってそんなの下手すると引き渡し翌日からある場合もあるからね。そうですよ。だって最初からだから。そう。だって僕、一回あったじゃないですか。言えないですけど、ある家、すぐ近くにあったある家見に行った時に、引き戸見て、あ、これもダメだ。もう歪んじゃってるよ、これって。大して言ったじゃん。だから分かる人はそのぐらい分かるんですよ。歪んでる家って。で、理由も分かってる人だった。ね、それはもう理由も聞いたんで納得だったけど。だからそういうのはちゃんと必要ないと、やっぱり、後々苦しむのは自分たちですからね。そうですよ。それ、まず直すことはできないんで。そう。
もう一回言いますよ。一回水平垂直取れない家は、もう更地にしないと治りませんからね。うん、結局は、対処療法でしかないので、根幹療法じゃないんで、壊すしかないってことは皆さん、覚えていただいて。結構残酷なこと言いますね、社長。大丈夫責任取れないようにはっきり。本当に。はい。じゃあ最後、バイ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 。